皆さんこんにちは、 CBB の久美子です。今日は買い物をするときに役立つ表現を勉強します。これはいくらですか？それでは私の後に続いて言ってみてください。これはいくらですか？これはいくらですか？以上で今日の勉強を終わります。ありがとうございました。